白の山ライオンハートの三枝クララのチャンネルへようこそ。以前イエス・キリストより311911は序の口、とんでもないことが計画されている。男は西に向かって叫べ、女は神の花嫁になれ、そして米俵を高く詰めよという啓示を受けました。またダビデより光の真実について明かす時が来たという光とともに啓示も受けました。それでは今日も Here we go。こんにちは、日本一の霊能者、塩の山ライオンハートの三枝クララです。いつもありがとうございます。まあ、神様からね、日本一の霊能者だと公言しなさいと言われているので、まあ、そのように神の御言葉に従って、まあ、こんなスタートから、いつも始まりますが、まあ、私は、まあ、個人的には、まあ、神様からの予言や啓示を皆様にお伝えする予言者、まあ、そう思っていますが、まあ、神様には何かお考えがあってのことだと思います。その私が予言をお伝えする、で私の最近のね動画は煙のこととか炎のことが多いでね、実際にねニュースとか見ていても火事がとても増えています。それで私思い出したのが2020年3月の2日、ま、今からね2年前に神様から大きな炎を見せられて、ま、消火器を備えなさいと。それで、ま、この時ね皆様に消火器備えてねっていうことをお伝えさせていただきました。この時の動画はね、もう私はまあ恥ずかしくて聞けないんですけれども、まあ、今と違って、今はね、パソコンでこのチャンネル作ってますけれども、まあ、この頃はね、全部ね、スマホ一本でやっていた頃、まあ、とても恥ずかしくて聞けない、まあ、ですけれども、まあ、この時は3月2日、2年前の、すごく炎と消火器を備えるようにって神様が私に伝えてくださいました。それでね、もうありがたいことに、まあ、私のことをね信じてくださっている方々が、まあ、このね消火器買ったよとかもね、中には家の中あちこちに何本も置いたということと聞いていますけれども、まあ、それから2年経って、まあ、この啓示を受ける、まあ、啓示のほとんどは私はただ啓示を受けて伝えるだけのものですから、その意味がわからないことがほとんどです。でもこの啓示2年経った今、やっとその意味が分かってきました。2年前のね2020年の3月2日、まあ、この頃はねまだもう世界中にね、わけのわからない、コロスケが入って、まあ、自粛で、もう、生活がね、一変し始めた頃ではなかったかと思います。それで、この頃はまだね、アポペンの案も、まあ、期待されてはいましたけれども、まだそういうものも、世には、まあ、正式にはね、出ていなかった。そしてね2年経った今、この消火器の意味が分かってきた、まあ、それはねアポペンの副作用、まあ、によって、まあ、心筋炎とか血栓などによって、まあ、突然死、まあ、それによって例えばね天ぷらしてたりとか、まあ、お料理していて、それでね、まあ、突然倒れて引火して火事になったとか、まあ、灯油を補充していたりとか、まあ、工場で
そういう、まあ、危ない施工作業をしていたいる方がこう突然倒れたりとか、もうね、お年寄りもほとんどねしちゃってますし、こういろんなね工場なんかもこう上からのこう同調圧力によってもう打ちたくなくてもこう打ってしまっている方がこうほとんどだと思います。でも今ね、あの3回目にこう突入している、もうね、もう何としても子どもたちを守りたいと思っても、もう大人のこう思考がこう変わらないと、もう子どもたちをこう守れない。本当に私たちね、もうとんでもない時代、こう辛い時代、まあすごい時代だと思います。でね、この、まあ、3回目の危惧もありますが、私今ねもう一つとても危惧していることがあります。それはね、もうコロスケとかもうアポペンからこう2年3年経っていくと、まあ、私たちね人間はこう脆いもの、もうそれらがこうね、その時のことがこう麻痺してきてしまって、まあ、それと同時にこのねコロスケ騒動によって、まあ、一旦は、まあ、一時はこう聖書に興味を持ってこう結ばれた方が、もうこの油断によって再びこう神様からこう離れてしまっていく。本当にこれ私今このこと肌で感じています。このようなことをね、イエス様が、まあ、ラクダが針の穴を通る方が、まあ、もっと優しい、本当にイエス様どんな辛い思いをなさっていることか。私たちね、こう打たない人から見たら、なんで打つんだろう、なんで分かってくれないんだろうって本当にこう切なくなります。でもね、神様に私たちはずっとそういう思いをさせてきました。そして今もさせています。こうね、神様からしたら、なぜ神様の愛、私たちがこう分からないんだろう、こう神様のこう愛に気づかないんだろう、こういう思い神様にさせてしまっています。預言者を預言者として受け入れる人は、預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は、正しいものと同じ報いを受ける。マタイの福音書 10-41。今だんだんこう終末の時代でね、こう乱世になっていくと、もう本当にこう正しい人、正しくない人、もう預言者、こう偽預言者、もうそれがね、こうおじやのように本当に、ね、今多くのこう情報に私たちはもう取り囲まれています。まあ、そういう中で、まあ、しっかりと神様に結ばれていきたいと思います。またね、私はとてもね、そのことがこういう肉弾の3回目をね打ってしまうっていう、こう肉体の滅びよりもこう神様からこう離れていく、こう私がね神様からこうお預かりしたこう啓示もこうないがしろにしていく、そちらのこう心が死んでいく方を、私はとてもそちらの方がこう怖い、そちらの方が今残念だと感じています。今日はね、2020年の3月2日にこう受けた啓示を再び皆様にお話しさせていただきました。もう決してね、神様はいつも起きていなさいと目覚めていなさい、油断するでないと、もうね、緊張を続けることはとても難しいことですが、そんな弱い私たちのことも神様は分かってくださっています。ぜひね、これから
本当にもう何が起きてもこうおかしくないでね、もう私もねこれから歯医者さんアポペンしてないこの歯医者さんをこう見つけていかなくちゃいけないなとね、なんか歯の治療とかねしてる時になんかね歯医者さんってドリルとかねこう削るものとかミニチュアの武器みたいなの持ってるじゃないですか、こうそんなのねじーっとかしてる時にその歯医者さんがパカって倒れたら怖いよね。だからこれからねそうアポペンしていない歯医者さんをこう探さなきゃいけないっているのかなとりあえず美容師さんはアポペしてない美容師さん見つけましたじゃあぜひねお年寄りとかねじいちゃんばあちゃんでこう暮らしているところとか消化器のこうチェック、それから、ま、消化器のこう使い方をこう教えてあげたり、こう自分の家とか、ま、職場とか、ま、そういうところでもこう消化器もう一度このチェックしてぜひま、ここを乗り越えたら素敵な時代が来ますから、ぜひこんなことでね命をこう落としたらいけないともったいない、ね、天寿全うしなければもったいないと思います。じゃあ今日は過去の動画のお話とちょっとね今思っていることをお話しさせていただきました。じゃあそれでは今日はこの辺でまたね、バイバイ、光あれ。ブルー